い、こんにちは、かくすけです。ゲームオーバーになったところからやっていきましょう。最初から最初からだうわー、ピエモン、あ、こっから、ごめんね、どんどん飛ばすよ。うん、飛ばすよ。飛ばせるんですね、知らなかった。うわー、うんうん、どんどんやっていきます。でもね多分カットはしないんでね、興味ない人は飛ばしちゃってください。ふぅ、結構ね、あそこに行くまでも大変だったんですけどね。あー、あの月の人を助けながら行くのがね。よし、中間地点か。中間地点嬉しいけど、ゲームオーバーになったらやっぱり最初からなんですね。ボス戦はボス戦からさせてくれるけど、うん、ボス戦はボス戦からさせてくれるけど、しまったー。うん、残機アップがいっぱいこぼれてたらいいんですけどね。3個いって拾いましょう。おいで。うん、よいしょよいしょ。あー、タイミング悪いな、こりゃ。よいしょ。で、左のあの子を手に入れて、よし。これまたゲームオーバーしてやり直した方がいいんじゃない？短期的に。もうほんときついんですよ、これが。この消える足場もね、あのゲームオーバーになったところもね、結構やってくれますね、ヨノワくん。難しい。おっと、いいぞ。残機2か。あ、そっか、こんなところもあったね。あー、ちょっと、あったね。ここで登って、一回行って、うん、タイミング悪いな。で、こっち。はい、これはいいんですよ。うん。で、同時押ししないといけないのも結構、結構きついかったですよね、確か。んで、うん。あ、早すぎた。あー、ジャンプしなくていいんだった。よし。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし。んで、あ、ダメだ。そっか。あー、どうしても食らっちゃうな、ここ。お、今だ。オッケー。この前もね、帰るときは当たらずに済みましたね。うん。あ、嘘。そっか、あそこで貯めるんですね、このボンベラ。いやー、ちょっと。一回死んだ方がいいんじゃない？これ。うん。この人はいらないでしょ、まず。で、あー、ダメ。うん。あ、そのためのハートかな。一回食らって、回復できますよっていう。よし、いいぞ。で、拾って、やっぱね、2回目だから雑になってますよね、動きが。いけませんね、これは。ほっ。で、あ、やった、残機アップがある。よし、いいぞ。OK。で、あ、うん。あ、うん、ちょっとね。うん。よし。よしよしよし。んで、上に登るんでしたね。お、で、拾って、あっち。あ、失敗。うん。拾って、あっち。オッケー。で、そこが開いて、またね、ジャンプジャンプ。さらに難しいジャンプジャンプがあるんですよね。よし。でも今回はクリアしたいな。もう90個、かけら集めてるんで、残機も増やせるんですよ。多分ね、この人使うんですよね。前回使わずにね、無理やりやっちゃいましたけど。
お、オッケー。うん、そっちの方が余裕ありましたね。前回はギリギリでしたからね。よし、行くぞ。うん、滑って滑って、これは月の砂かな。あー、砂時計の砂っぽいですね。月ならではの砂とかなのかな。よし、行きましょう。ここね、地味に穴が開けてあるのがいやらしいですよね。よし、行きます。ここでね、回復があるんですけど、結局落ちるのもね、あんま意味ないんですよね。よし、よーし、行くぞ。で、今回も後ろからなんか鎧みたいなのが、じゃなかった、それはその次か。よし、お、やったね。いいぞ。で、ワフワフワフ、オッケーじゃない。お、ワフワフワフ、えい、お、ワフワフワフ、お、よし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 、ワフワフワフ、お、ごめんショット。よし、一回で行けました。そして残機が増えました。あー、もうドキドキするなー。あー、そっか、ポイッと膨らませて持って上に乗って、おっ、こいしょ、あい、よしよしよし、ふいっとって、あい。うん、いければいいんです。で、あー、こんなのありましたね。上に上がっていきましょう。おっこいしょ。よしよしよし。で、これはね、今です。お、こんなのあったね。そういえばね、前回のね。おっこい。よしよしよし。で、これ割るでしょ。うん。で、さらに割るでしょ。で、これを拾って、ハート1個か。あ、あー、もういいや。を取って、あ、バニャ、必要なかったな。前回も同じ感じでやられたんですよね、確か。ほい、んで、ワフ、ダメダメ、あ、投げちゃった。んで、あのエレベーター、え、エレベーター、あの浮いた岩が、あー、ちょっと、ちょっと、あれ、こんなところで左に渡ればいいのかな。いや、あの動いてるに乗らなきゃいけないかな。じゃあ今ですね。よし、んで、右側でしょう。残機が5個もありますよ。これはいいですよ。君、あ、ダメ、あ、いけたいけた、来て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 、いやーいやーいやー、ちょっと待って。よしよしよし、前回もこんな感じでしたね、そういえば。で、これですね、ありましたね、そういえば。これがね、上が落ちてギリギリのところで、今です。よし、あー、回復。うん、これ前回もやっちゃった気がする。あ、失敗。降りるときに回復取りましょう。うん、で、そっか、下まで持っていけばいいんですね、一回。そういえば急いで戻る必要はないんですね。よし、んで、うん、まだまだで、降りかけで今です。よし、いいぞ。あーい、ちょっといいと思ったんですけどね。ほい、よしよし。で、こう降りて、よしよし、いいぞ。あ、これをうまく投げなきゃ。よし、今、よし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 、いいぞ。
いいぞいいぞ、今回はうまくいってるぞ。で、これ拾っていきましょう。なんか後ろから出てこない？大丈夫？結構ね、注意不足でね、突然出てきた敵に当たるんですよね。よし、あーこれ同時のやつか。これ難しかったんですよね。ここで丸くなっててもらって、これ拾って、あ、ちょっと待って、あちょっと待ってね。左からするんでしたっけ、右からでしたっけ、忘れたなもう。いや右からですね。あーで丸くなっててもらってて、この人取って、あ当たっちゃった。よし乗って、結構ここら辺か、あれもっと右、丸くなっててもらって、あの人があっち向いたら拾って、乗って乗って乗って、で結構右の方で、あれ、え、ちょっと右すぎない？キュッてやってダメだったんで右すぎたよやっぱ右すぎたよ、さっきの。あ、なんかしちゃったし、ちょっと。で、これ乗って、これ乗って、うん、右すぎましたね、さっきの。ここだ、オッケー。あーちょっと、あーもうダメだな、こりゃもう。あの飛んでることのタイミングも必要ですね。よいしょよいしょよいしょ。で、拾うでしょ、乗るでしょ、乗るでしょ、乗って、で今だもうまた右すぎたよ。よくわかりにくいな。ここに真ん中で乗って一番端っこに行った時か。で、ほっ、場所は分かりました、場所はね。ほっ、おっ、で真ん中に立って、まだ早いな、あの子と会ってないな。今だ、 OK で、今 OK、 行けました。今12分か、いいよ、前回よりは時間経ってないと思いますよ。で、こっからですよ、問題は。うん、多分次だったはず。まずね、鎧さんが追いかけてくるね。あのジャンプジャンプもあったんですよね。そこに、そこにまた助ける人がいたかな、確か。いやー難しい、よく助けられたな自分。行くぞー。回復して、これね、行きます。こんなものは拾わない。ほっ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 、いや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 、っと危ない、危なかった。そっか、前回はこれを戻ってやったんですね。それに比べたら今回は上達したんじゃないですか。よし、あと一人。あ、そっか、こんなのもありましたね。結構長いんですね、この目。あっちうまく取れない。来て来て、はい、あー、よしよしよし、おっしー、いいぞ。ここはね、今回はね、落ち着いて取れるんですよね。んで、よし、いいぞ。よし。で、前回のとこに来るのかな。あ、まだだ。長いな。あ、落ちてくるんだった。うん。で、あ、そっか。これもらわなきゃいけない。あ、ひっくり返ってくるかもしれない。んで、今だ。よし、いいぞ。あー、こんなのもあったね、そういえばね。お、で、
うん、一回上に上がるんですよ。あ、早っ早いよ。あ、あ、投げられた。やばい、やばい、あと一回で。こっちに来ると同時に、今です。あれ、あ、やっちゃった。あれ、中間地点あったっけ。あ、よかったよかった。うん、うん、降りておいで。1、2、3、うん、今、よし、いいぞ。で、よし、今、よし、いいぞ。で、君をそこで拾う、よし投げさせないよ。で、あっちに一回左に行って、今だかな。うん、いいね。で、君は今、よし、いいぞ。で、あやっちゃった。うん、一回君でこれをしましょう。で、また来てくれるよね。ちゃい、うん、いいよ、別にいいよ。で、あれに乗るでしょ。で、これを捕まえていくんですよね。よし、これがね、すぐ行っちゃうんですよ。だから来ると同時にうまく乗る。うん、で、よし、いいぞ。お太鼓の人捕まえていませんでしたね。よいしょ。すぐ帰ってくるんでね、すぐ真後ろに行かないとね、取れないんですよね。よし、行くぞ、行くぞ。今回は残機4あるぞ。これならいけるんじゃないか。君、あー、もう早いよ、投げるので。よし、中間地点です。あ、なんか来た。あ、そうだ、ここだ、来ました。あー、よいしょ。で、今乗って投げてくるでしょ。一回左行くでしょ。うん、で、こっちですね。おー、で、落ち着いていきましょう。間違ってね、投げちゃわないようにね。うん、ねねー、まったくね、落ち着かないとダメですよね。ほっ、よいしょ。うん、いいよ。で、乗ってゆっくり行きましょう。うん、うん、うん、あ、やっぱ、やった、残機アップがあるぞ。今乗っていいでしょ。お、意外と遅いな。ジャンプするでしょ。お、いいよ。残機拾って、コイン拾って、で、乗って、前回はここでね、何度やられたことか。相当ね、やられましたよね。お、やめてよー、もう、もう、これ一番下からやり直しっていうのがね、きついんですよね。はぁ、やってることはそんな難しくないんですけど、何回もね、失敗しちゃダメっていうのがね、難しいんですよね。おっと、おっと、よし、いいぞ。直接行っちゃいましょう。いいよ、いいよ、いいよ。さっきの良かったよ。今です、今で、ジャンプして拾う、拾えない、拾えないけど、いける、いける、いける、大丈夫。で、一回左行きましょう。いいよ、いけたよ、やった。一回も死なずにいけた、よかった。もう、前回ここですっごい苦労しましたからね。やった、中間地点も取って。あー、また同時に、同時にする系か。わかったよ。とりあえずやってみるしかないですよね。よし、あ、間に合わなかった。あー、ちょっと待って。オッケー
無理やりでしたけど行きました。よし、まあまあまあ全く同じような回にはならなかったですね。前回と同じ動画じゃね面白くないんでね。最後の10分ぐらいだけでも新しいことしないと。よしよし、これ終わりじゃない、もう全員集めてますからね。終わりでしょう。あ、まだだ。でも終わりでしょう、きっと。こっからさらに最後まで行ったらクリア。クリアであってほしい。それかボス戦かな。よいしょ。わ、まだありますね。お、回復があるぞ。お、残機アップもあるぞ。いいぞ。これもうまかまかしいよ。ボス戦じゃないの？あ、飛んでる。上の方に上がってって、ロゴマイス、ナゼルクリスタペタテールのナス、ハトムが生まれる。うん、マス、ボレールデゾーン、イフェリーゾーン、チラルデゾーン。この夢は悪の力を受けない。ああ、みんなの夢をダメにしてるけど、クロノア君の夢だけ、あ、違った。なんだ、夢の旅人。あ、最初ネズミって呼ばれてましたからね。驚いたぞ。まさかここまで追ってこようとはな。やっつけるよ、ガディウス。うん。あ、もう遅かった？そうだよ。なんででしょうね。うん。ああ、悪夢も愛しろ、愛せっていうことですね。良き夢ばかりに頼るくだらぬこの世に愛想が尽きた。あー、悪夢が好きなんですね、ガディウスはね。でもそれだけでね、そうだよ、勝手なこと言っちゃダメだよ。あ、そうなんだ、ナハトゥムが復活したらお前だって消えてしまうんだぞ。そうなんだ。あー、そっか。ガディウスは悪魔みたいなもんなんですかね。だからみんなに捨てられたみたいな。今度は私が世界を捨てる。させないよ。うん。あ、ガディウス。おお、ガディウスとの戦いじゃん。おお、これすごいじゃん。すごい。え、なんだい？あ、すごい。ちょっと待って。オッケー、いいよ。あい、飛んでた方が早い。そうですよね、そりゃ。いいよ。これどうやって倒せばいいんだろう。これ入って上に行ったり下に行ったりですよね。それだけじゃの、どうしようもないもんな。ちょっと待って、攻撃の仕方がわからない。これを避けて行ってみようか。あ、なんか来た。これ取れるのかな。あ、降りてきた。あ、取れた。あ、ワッフルしちゃった。いやー、やっちゃった。まあでもあれ投げるんでしょうね、あっちに。あ、今回はとりあえずやられてっていう感じかな。とりあえず当てられるかどうかですよね、あれが。うん、来た来た来た。多分あの丸っこいのは取れないんですよね。だからそれを避けつつこれだけ取って投げる。あ、あっちに投げた。あっちに投げたんだけどな。だけど当たらなかったな。多分ちょうどあの人が来たからでしょうけど。あ、こっち側になった。うん、で、あっちに当てる。いいぞいいぞいいぞ。あ、あ、入っちゃった。ちょっと拾うのに夢中でね。お、こいしょ。
よし、入って、でも上で攻撃するターンもあるでしょうね、多分。しばらくはこの中でこれを当てるっていう倒し方だけど、やばい、 OK。 せっかくできたのにな。よし、ハート1個はちょっと厳しいな。よし、でもこれラスボスっぽいですよね。早かったな。おお、結構激しい。あー、声を上げますね、あなた。あっち側、よし、いいよ。うん、おいで、おいで、君、あ、君、あー、取りたい。よし、いいぞ、いいよ、いいよ。あ、ちょっと変わりましたね。これ上に上がるんじゃない？多分。あ、まだ変わってくる？行動パターン。あ、違う、これは違う。いや、いや、ちょっと怖い。あ、取れた。やった。いや。あのワープのやつも行ったり来たりしてるから。あ、投げちゃったよ。失敗失敗。でもあと1回食らったら終わったー。じゃあ今回時間がいい感じなんで、次回ボス戦をねクリアしたいですね。それではご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見てください。